皆さんこんにちはバイレエソシャの牧野純也です。今回はギリシャ人の作曲家ジョルジュ・アペルギスという作曲家についてお話をしていきたいと思っております。えー、このジョルジュ・アペルギスという方はですね、ギリシャ人なんですけど、18歳の時ぐらいですかね、にあのフランスのパリにうっかり住んで、それでずっともうあのパリ でご結婚されてで生活の拠点をフランスに置いているそして今75歳過ぎ76歳ぐらいですかねであのまだあの第一線で、えー、精力的に活動をされている作曲家です日本でも大変人気がある作曲家の一人でしていろいろな曲が日本で演奏されていると思うんですけど今回はこのジョルジア・ペルギスという方について、えー、皆さんにもっと彼の 作品についてね知っていただきたいなと思ってこの動画を撮っておりますそれでは詳しく見ていきましょうはいまず最初にですねジョルジア・ペルギスという方の経歴をお話ししていきたいと思いますジョルジア・ペルギスという方はギリシャ人でしてギリシャのアテネに1945年に生まれますそして家族がアーティスト の一家でして、お父さんが彫刻家お母さんが画家という構成の家族ご両親のもとにね生まれてあの早くからいろいろな芸術音楽をはじめいろいろな芸術に触れて育ってきたようです。そして年、そこでですね特にやはり音楽に興味を持っていた。 でもっと音楽を突き詰めていきたいっていうふうに思った、えー、アペルギスさんは、えー、フランスのパリで、えー、1953年からピエール・ブーレーズという、まあ、こ,れもこの方もすごく現代音楽の、まあ、第一人者と呼ばれるような方が、えー、始めたコンサートシリーズ「ドメーヌ・ミュージカル」という、えー、コンサートシリーズに足しきく通ってですね、えー、12音技法というものを耳で聞いてそれであのいろいろなあの勉強をし始めます。 それと同時にですねピエール・シェーファーとピエール・アンリが始めたミューージジッククコンンレートというジャンルも積極的に学びますそして同じような境遇ですねのギリシャ人でありながらフランスに来てでいろいろな活動をしていた先輩の芸術家ヤニスクセナキスこちらの作曲家の曲にも大変インスピレーションを受けましてその研究に時間を費やします。 この他にもねいろいろなジョン・ケージの音楽思想であったりあとマリショー・カーゲルというアルゼンチンの作曲家でドイツのケルンでずっと音楽大学で教えてたっていう非常に個性的な作曲家であるカーゲルといった作曲家の方々の影響も受けていろいろな勉強をして影響を受けているということです。 そして1970年、まあ、彼が25歳ぐらいの時にはいろいろな勉強を通してでそこでよりまあ自由でよりまあ自分だけにしかあのできないアペルギス独自の音楽語法といいますかそういうものをあの開発していきたいということを強く決心いたしましたそして1976年31歳の時に音楽と演劇の集団であるアテン こちらに正式名称を書いておきますがアテムという楽団です、ね、を設立しましてそこで独自の実験的な音楽プラス演劇の要素を持った作品というものを次々と発表していきました特にです、ね、レジテーション、1978年に発表されたレジテーションズという女性の声のために書かれた作品というのは あのまあ、後ほど詳しく見ていくんですけどアペルギスの結構象徴的な作品でして本質的的にに音素のビルトード的な組み合わせに基づいていてますその書かれている、まあ、あのテキストだったり記載されている音寄付されている音っていうのはすごく速、まあ、くて高速でですねで何度も同じ音形を繰り返したりあと大変ピッチ音の高さっていうのはそのすごく高くてあとリズミカルということに よってて特徴付けられていますそしてこのこれをこの声、まあ、演者ですよねパフォーマーの,あの創造的な、まあ、パフォーマーもかなりそ,のそれを伝えるために創造的に参加そのパフォーマンスをするために能動的に動かないといけないそして非常に多様性のある発声方法にあのうまく演者パフォーマーが適応する必要があるというかなり難易度の高い作品になっています。そこでさらに アペルギスは架空の言語的なものも発明しましてそれがマイでそれによりしばしば面白いんですけどそれはその言語の起源とか言語が意味を持つ前の一種の叫びといいますかいろいろな合図ですとかそういった言語ができる前の人間の声といいますかそういうものを想起させるような。 あのものになっています、まあ、この作品に限らずそういうあのテイストを使った、えー、作品っていうのは結構アプリリスにありまして、えー、それも極めてあの特徴的なんですが、まあ、こういう団体あの音楽と演劇を通して行う実験的な表現の場っていうところに、まあ、これは結構象徴的な作品なんじゃないかなと思います。はい、今あのちょっと解説したんですけど特にこのの演劇的な要素っていうのが アペルギスの作品の、まあ、アペルギスの思想の核になっていくわけです。まあ、そういうものが、いわゆるその独自路線というもので、二千十一年には。マウリシオカーゲル賞というものを受賞します。で、このマウリシオカーゲルさんっていうのも、大変演劇的、パフォーマンス的な。楽曲を多く作られている方で。このアペルギスさんが影響を受けているっていうのは、すごく、まあ、よくわかるなあっていうふうに思います。 そして2021年にはシーメンス音楽賞賞賞という大変大変きなも受賞します。現在もねヨーロッパアメリカをはじめいろいろなところで客員教授として音楽院に招かれてで更新の指導も行っておりますしそこでいわゆるあの彼の作品群も学生と一緒に演奏する。 演劇、まあ、演劇する、演奏するっていうことも、あの、学校独自の、そのプログラムで、あの、取り入れているところもあったりするので。あの、頻繁に、更新の指導だったり、えー、そういうところ、あの、アカデミックな、世界でも、演奏される、ことが多い作曲家です。続きまして、えー、彼の音楽の特徴、魅力、といったものを、お話しいたします。先ほども経歴のところで、お話ししたように、えー、演劇的要素。 あと、対話。こちらの,あの要素が、まあ、二大要素と言ってもいいんじゃないかなと。アペルギスの音楽を語る上で、あのの二大要素と言ってもいいんじゃないかなと思っております。アペルギスはですね、あのスピーチ。人が喋る音に対して、あの、昔から独自の研究を行っております。はい。で、ここで、あの、まあ、いろいろな作曲家がいらっしゃいますよね。 えー、もちろんその器楽を突き詰めるとかあとオペラとか声楽のみにフォーカスを置いて、あのー、作品を作っている作曲家とかあとオーケストラとかそういう大きな作品をバンバン書いているとかまたは本当にもういろいろなありとあらゆるジャンルを書いている作曲家とかいろいろなパターンいろいろなその作曲家の個性によってどこに重きを置くかっていうのが決まってくるんですけど、えー、このアッペルギス という作曲家は演劇のところにフォーカスを置いていますそしてなぜこのようにこのようなね発想になったかっていう、まあ、要素の大きな要素の一つとして1968年のフランスで起きた5月革命と呼ばれるものが彼のこの今の作品彼の独自の作品を作るマイルストーンになっているんじゃないかなと思います。 非常に重要なターニングポイントになっているんじゃないかなと思います。このアペルギスが、二十三歳の時に起きた五月革命、一九十八年の五月革命というのは、どういうものだったかと言いますと、簡単に説明しますと、フランスのパリを中心に発生した反体制運動です。学生運動と労働運動が結びつき、全国規模で行われるようなストライキに発展して、非常にその時。 社会危機になったんですけど、まあ、そのド・ゴール大統領によって議会解散そして総選挙によりこの事態が収束されたというふうな事件が5月革命ですそしてアペルギスは18歳からパリに来て23歳の時にこの5月革命を経験してあの、まあ、非常に多感な時期ですよね。その多感な時期に得た あのこの体験多感な時期に経験した、えー、この出来事っていうのは非常に重要だったようですそして革命直後はアンダーグラウンドでの、まあ、活動をあのすることが多くなってその貧困の、まあ、特権のない人たちにとっての、えー、作品作りというのが主でしたそこで、えー、作品を通して、えー、民主的民主主義についてを、えー、聴衆に問いかけました 今現在もあのいろいろな作品を作っているアペルギスですけど、この民主的民主主義についてを問うような作品っていうのが非常にあの多いんですね。それとまあ演劇的要素、あと対話というのがあの組み合わさっているといった認識をしていただけるとあのわかりやすいんじゃないかなと思います。 ここで一つねそれを象徴するような良い例の作品があるのでそれをご紹介したいと思います。シシチュエーションという作品2012年から2013年に作られたこの「シチュエーション」という作品が良い例かなと思っております。これはウィーンのオーストリアウィーンの現代音楽を専門に演奏するアンサンブルクラングフォルム・ウィーンという団体と一緒に作り上げられた作品です。 この、えー、作品を作る際にですねジョルジャー・ペルギスが、えー、実際そのアンサンブルの一人一人の奏者と直に対話ですとかあとメールですとかそういった、えー、もので、あのー、コンタクトを取って、えー、それぞれの,そのパーソナリティを把握しました例えば、まあ、人間でもいろいろなあの人たちがいるようにまあその奏者あのアンサンブルの奏者でもいろいろな人がいます結構その積極的に明るい人もいたり。 あと仕事はきっちりとやるけど、まあ、その空き時間っていうのは、まあ、いつも一人であのいろんなことにあの自分の独自の世界にあの集中していたりまたはあのちょっと秘密主義な面があったりというかそういういろんなそのパーソナリティをアペルギスはあのそれぞれにとの対話によって把握していきました。えー、例えばです、ね、そのピアニストの方方が結構その秘密主義なあの方だったようでで,でもその彼は そのパフォーマンスは素晴らしくてですね実際そのパフォーマンスの時でも声をテキストを何か読みたいっていう風にあにアペルギスさんに言いましてじゃあ演奏中に何かテキスト言ってもらうようにこちらで用意するからって言ってそれにあのまあ秘密主義っていうものをまあ醸し出すようなそういったテキストを見つけてその奏者に演奏中実際にね演奏ピアノの演奏のみならず声もあの発声してもらったっていうそういった例もあります。 そして、えー、常に複数であの引くパートの組み合わせで、この曲は構成されています。例えば、えー、このセクションはえ2人で、このセクションは7人で、このセクションは3人でといった形で常に1人にならないようなあの構成であの行っています。それっていうのはやっぱりアンサンブル。まあ人と人との対話だったり、そういったコミュニケーション。 の考えっていうのはすごく強いようです。なので、まあこんな感じで構成がされているんですけど、まあそれぞれの民主的な対話っていうものをあの感じさせるようなね構成じゃないかなと思います。このまあ曲についてですけど、まあ改めて私たちに民主的というものは何かということを考えさせられるような考えさせてくれるような音楽になっているんだなっていうふうに思っています。なのでこちら あの皆さんに聞いていただきたいなと思っております、えー、実際このインタビューこの作品を作っているインタビューが英語と、えー、フランス語で英語で訳されているものがありますのでそれもあの貼っておきますのでもしご興味のある方はご覧いただけたらと思います、えー、最後にですねおすすめの曲を3つ挙げていきたいと思います1つ目はこちらにもあります IX と呼ばれる作品です、えー、こちらはですね私が、えー、と実際にこのジョルジュ・アペルギスさんとワークしてこの曲を私が演奏してで彼にいろいろこういうふうなあのここはこういうふうに演奏してほしいとかそういうふうな形であのやり取りをしている作品です。であの彼があのまず最初に言っていたのは」 ウィスパーなんですね。ウィスパーまあささやきという意味なんですけど、この曲はすごくピアノピアニッシモというピアノの三つがあの付けられている。そこでいろいろな細かなねあの動きをしている。まあささやき本当に人のあのこちょこちょいうささやきにあの似ている。まあそれを模倣したような作品になっています。そして最後のセクションでいきなりフォルティッシモになって、まあ驚きとともにあのいろいろなささやきのような恩恵が とても大きな音で演奏されるというあの大変ビットに富んだというか面白い作品です。でこちら I X というのはヤニスクセナキス先ほど経歴のところでお話ししたまあ師匠にあたるヤニスクセナキスが亡くなった時にあの検定された彼のために編成された、えー、と曲になっています。で曲を聴いていただけるとあのお分かりいただけると思うんですけど、まあ、クセナキスっていうのはすごく 確率論を通して作った作品というのが多くてですねあの、いわゆるそのロマンティックに演奏されることを彼自身転んでないんですね。なのでまあこの作品もまああ,のある意味無機質に無機質に近いような形で演奏するのを好ましいということを彼はジョルジャ・ペルヴスは言っていました。でこの曲もすごく演劇的なね要素があのつ多いんじゃないかなと個人的には思っております。 もしよければね、あの聞いてあのいただきたいなと思います。続きましてはシチュエーションズですね。先ほども挙げましたシチュエーションズです。こちらもぜひ聞いてみてください。そして最後の曲はですね、トリオ。ピアノとバイオリンとチェロのために書かれたトリオという作品をお勧めいたします。こちらもこちらも演劇的な目線から見ていくと大変面白い作品です。 最初はですねピアノとバイオリンチェロそれぞれが、えー、本当に微妙にずれているんですよねあのもう本当1音細かな1音がそれぞれポコポコずれているっていった形であの決して一緒になることはないんですけどそしてその、まあ、展開がにあの進んでいくにつれてバイオリンンとチェロはあのユニゾンになりますでもうこれは完璧なユニゾンではないんですよね。1音ちょっとバイオリンがが飛び出たりあのチェロが なかったりチェロが飛び出たりっていう本当に微妙な完璧なニュゾーンではないそこで、まあ、ピアノは全然また違ったあのアプローチをしているといった形で構図的にはピアノ対弦楽器のような形でで進んでいきますダイナミックスレンジもですねあのピアノピアニッシモからフォルテフォルティッシモと非常に振れ幅があってそれがまたあのパッと切り替えるいきなり切り替わるのでいろいろな場面がパッパパッパと変わっていく。 そんな感じの印象です。そしてクライマックスはですね。ヴイオリンとチェロはユニゾンについにユニゾンになります。ここで面白いなと思うのが弦楽器があのすごくフォルテで演奏をして、またはあのすごくピアノになってっていうことを、あのセクションセクションであの切り替わっていくんですけど、ピアノは常に神秘的な和音の繰り返し。 でですね、ピアノというところが非常に興味深いなと思います、えー、これはもう全く私のイメージですけどピアノとまあ弦楽器がいろいろなその言い争いをしてそれで、まあ、まあ夫婦みたいな形でああでもないこうでもないっていうふうにいろいろ話しながらそれでまあそのピアノはその2人のまあ背景というかそういう心情みたいなものをあの表しているような感じの対話のねその チェロとバイオリンの対話の背景のようなねイメージなんじゃないかなと思っております。そういった形で、えー、彼の作品っていうのは、代、えー、してその演劇的あのな要素、演劇的な構成というものを通してあの作品を聞いていただくとどの曲も非常に面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひあのいろいろなこの3つ以外にも。 たくさん素晴らしい曲面白い曲非常に興味深い曲たくさんありますのでぜひこれを機会にジョルジア・ペルギスの作品に触れていただきたいと思います。うん、ということで今回はジョルジア・ペルギスの経歴と魅力特徴そしておすすめの作品についてお話をいたしました。このチャンネルでは20世紀にに生まれたた音楽だったり作曲家について そういったことをお話し,してまだあまりその世に出回っていないような作品というのもどんどんご紹介していきたいなと思っておりますのでもしよろしければチャンネル登録をしていただいて動画を引き続き楽しんでいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴頂きましてありがとうございました。